巨大地とは環境を観測するセンサーや各種コンテンツ配信システムがインターネットへ接続され地球全体で情報が統合処理される結果として成立する地球規模の地勢である。端的には地球全体を覆うコラボレーション関係の成立とも説明できる。楽天技術研究所が2007年に提唱を開始したサードリアリティという概念を説明する文章の中で 都市や国家単位の規模で成立する集合値同士がインターネットで相互接続され統合して処理が行えるようになる結果として地球全体として成立しつつある知性として巨大地が説明されている。環境を観測するセンサーや各種コンテンツ配信システムのインターネットへの接続により産業、医療、気象、交通、農業、芸術作品等の様々な情報が インターネット上に蓄積され、不特定多数の人間により改変が行われることで、人類が得た多様な知識が地球全体で統合処理されるようになる結果として、地球全体を覆うほどに巨大かつ高度な知性が成立する。この巨大地の成立の結果として、従来は思いつけなかったような新しい発想が生まれやすくなり、文明の進歩も大幅に加速されることになる。 1995年にインターネットが民間に開放され、全世界的にインターネットの民間への普及が始まった。しかし、当時唯一のインターネット接続端末であったパソコンは性能が低く極めて高価であり、普及率もそこまで高くはなかった。1990年代後半は一般家庭においてはダイヤルアップ接続を介したインターネットの利用が 主流であった。アナログの音声信号を伝達する電話回線を転用した 56kbps 程度の帯域の回線が主流であり、重量性で課金され、サーバーからのデータ取得においても長時間待つ必要があった。企業や団体のウェブサイト閲覧や電子掲示板の利用や電子メール送受信が主たる利用方法であり、不特定多数の個人間では電子掲示板や ネットニュースやチャットのような知識として統合されない簡易的なメッセージ、共有のみが行われていた。したがって、典型的な巨大地といえるウィキの長時間の編集には、高額な接続料金がかかり、芸術的な文化の発展を支える、マルチメディアコンテンツは、インターネット接続端末の処理能力とストレージの、容量と回線の帯域の制約が厳しく、作成、集積、 流通、消費ともに難しい状況であったと言える。このことから1990年代のインターネットでは巨大地は成立していなかったと推測できる。2000年から2004年までの間に高速回線によるインターネットへの常時、接続サービスが一般家庭にも広く普及した。2004年には個人が世界中に向けて 情報発信を行うことが可能になったことを受けて Web2.0 という概念も提唱された。2005年から2006年にかけて YouTube を筆頭とする動画配信サイトや Twitter や Facebook 等の大手 SNS もサービスを開始した。これにより2006年以降はインターネット上で非常に活発なコミュニケーションが行われるようになった。したがって 遅くとも2006年にはインターネット上で巨大地が成立する条件が揃ったと考えられる。2006年以降は都市や国家単位で得られる情報の統合処理では不可能であったような非常に高度な水準の知識が入手可能になっている。2008年頃から本格的に始まったスマートフォンの普及により個人の認識や行動に関する情報の インターネットへのアップロードが大規模に行われるようになった。社会構造の変化2000年代中頃に起きた巨大地の成立は社会構造に非常に大きな変化をもたらした。この変化により1990年代の段階では全く想像できないほどに人々の生活様式も大きく変化して行った。例えば、ウィキの登場により 膨大な数の人間により広範な分野の知識がインターネット上にアップロードされ集約された形で共有されるようになった。またソフトウェアのソースコードを世界中に開示して開発を進めることでインターネットを介して膨大な数の人間がソフトウェア開発に参加することが可能になり従来から存在する商用製品を置き換え可能なほどに高性能な ソフトウェアが無償で提供されるようになった。さらに、音楽や映画といった芸術においても、国籍や分野を問わず他社の作品に影響を受けて、新たな創作が行われる、創作の連鎖が毎日のように起こるようになった。毎日のようにコンテンツがアップロードされ、瞬時に世界中に共有されるようになったため、次々と新しいアイデアが生まれ、 流行の激しい変化も起きるようになった。インターネットによって遠隔地とのコミュニケーションが容易になったため、現実世界において専門分野や居住地の垣根を越えて様々な人々が集うコミュニティが容易に形成されるようになった。特に共通の志を持つ仲間を募ることが気軽にできるようになったため、様々なテーマを持った勉強会の開催数や、 シェアハウスの件数が急激に増加している。2010年以降は急激に向上した計算機の性能を活かしインターネット上に蓄積されたビッグデータの解析により様々な知識の抽出を行うことが一般化した。その知識を利用して学術研究やビジネスを行うことが可能になった。 例えば、ツイッターのビッグデータのトレンドがテレビ番組で頻繁に紹介されるようになった。また、ビッグデータを利用して人工知能の研究が盛んに行われるようになった。巨大地の成立から10年程度経過した2015年以降も、インターネット上映の知識の蓄積と通信速度の向上に伴い、巨大地のさらなる高度化が進行中である。2010年代中盤においては、 IoT の普及が進行している。インターネットを対象とする研究者らは、今後はセンサーにより収集された実世界に関する精緻な情報を、インターネット上で統合処理できるようになると予測している。その動作機構は簡単な統計モデルで説明できる。ありがとうございます。